モテキャスクレル、アラノです。今日のテーマは、男子がやりがちな、ダメダメ口説きフレーズ参戦。早速行ってみよう。一つ目、好きって言ったら困るってやつ。いや、好きって言われても困るけど、その好きって言ったら困るっていう発言自体がめちゃくちゃ困んだけどってなるわけですよね、女子は。だってね、それはね、めちゃくちゃタイプな男の人にね、口説かれてるんだったら、まあ、そもそもね、そういう質問をされる前からね、脈割りサインっていうの出しまくってると思うんで、格上の女子に対して、こう攻め込んでる時にね、好きって言って困るとかって言ったりするわけですよ。ちょっとね、下から上に目がけてね、好きって言ったら困るって、そんなもんね、困るに決まってんすよ。そんなこと言わずに、頑張って自分の価値高めろよって思うし、頑張ってアプローチしろよって感じなのに、女子側のね、反応を見ようとしてるところすらも浅ましい発言なんですよ。でも困るっていうことはなんとなく雰囲気的に許されてないから、嬉しいけど、ちょっとそう言われてみなきゃわかんないかなとかって、じゃあ言っちゃおうかな、好きみたいなこと言われるとキモってなるんですよね。いやもうそれもう言うなとは言えないし、言われたら嬉しいって言うしかないしって、このね、せっこく聞いてくるみたいなのが女子からしたら、ね、嫌なフレーズだったりするんですよね。ということで2つ目、俺でよくない？これね、よく言うんですよね。女子にね、どんな男の人がタイプなのとかって聞いて、清潔感があってとか、で、いざという時に頼れて、みたいなことね、女子が言うと、それ俺じゃん、俺でよくない？っていう風に言うっていうのは、違う。こう、多くの男の人が思ってる以上のレベルのことをね、女子は求めてるんですよ。俺でよくない？って言われるのが、女子からしたらどれぐらい違和感があるかっていうと、なんかスーパーとかに置いてる商品に、セール、半額ってシール貼ってる状態ぐらい、男の価値を下げる発言なんですよ。俺でよくない？って、いや、よくないよくない、全然無理、嫌だよっていう風に言うと、自分がね、悪女みたいになっちゃうじゃないですか。でもね、そういう発言をしてくる時点で、男性としての価値はね、ガーンって女子から見たら下がって見えるから、いや、そういう男の価値の低い男の人とは、付き合いたくないなっていう風に思ったりするんですよね。で、3つ目でーす。ねえちゃんって可愛いよね。これね、意外かもしんないけど、あんまりね、何々ちゃん可愛いよねとかって言わない方が良かったりするんですよ。可愛いよね、いや、そんなことないよって言うんですよ、女子は。だって言うしかないじゃないですか。基本的には、どんな綺麗な人でも、いやいや、全然そんなことないよって、いや、周りの友達の方が全然可愛いよとかって言ったりするんですよ。でもね、それをね、真に受けて、いや、そんなことないよ。少なくとも俺は可愛いと思うよとかっていうのを念押し言ってくると、可愛い女子ってね、自分がどれぐらい可愛いかは大体分かってるんですよ。だから、お前にそんな念押しで言われなくても、自分の可愛さのレベル大体どれぐらいか分かってるし、そんなフォローしてくれんでも自分で分かってるからマジやめてって思うんですよね。だからね、女子の気持ちを一切察することができない褒めとかをしてるんですよね。まあ、このね、今日ご紹介した3つっていうのは全部女心を分かっていない人のもう代表的な発言だったりするんですよ。じゃあここで終わったらただの恋愛チャンネルですよ。まあ、このね、今日ご紹介した3つに対して全部ね、一個一個対策をお伝えしていきますね。まず1つ目ご紹介したのが、好きって言ったら困るって言ったやつなんですよね。で、これはこういう風に言い換えてください。何々ちゃんって人にちゃんとお礼伝えられるところが好きなんだよねとか、相手の細かい具体的な何かに対してこういうことできるのが好きなんだよねっていう風に伝えるっていう言い方に変えてもらうんですよ。っていうのと、2つ目が、俺でよくない？っていう。に対しては、そんな人がタイプなんだ。よし、頑張ろう、俺も。っていう風に、ちょっとね、冗談交じりで爽やかに言ってのけるんですよね。その方がね、ちょっと可愛げがあるんですよね。面白くて可愛いところがあるなっていう風に女子に伝わったりするんで、おすすめです。3つ目なんですが、ねえねえちゃんって可愛いね。具体的なところを何か褒めるんですよ。ネイル可愛いね。そのネイルを選ぶセンスあるね。とか、いつも行ってる店とかすごいおしゃれだし、どうやって見つけたの？そのセンスとかすごいいいと思うんだよね。っていう風にね、ちょっとね、具体的な褒め言葉に変えていくっていうところを意識してもらいたいんですよね。ということでね、本日の一言としましては、攻めてる時は守るなってことですからね。自分の保身のためにね、守るようなフレーズっていうのを混ぜていくと、女子からしたらね、めめしい発言してるな、この人っていう風に映っちゃうんでね、できるだけ避けるようにしてみてくださいね。ということで、また明日も会いましょうね。アディダース。